ミネハハ軍はアメリカ合衆国のサウスダコタ州にある軍。人口は2008年の国勢調査局による推計で179,180人を数え、同州の軍の中では最も多い。軍庁所在地はスーフォールズ。ミネハハとは先住民の数族の言葉で滝という意味である。この軍は周囲の3つの軍とスーフォールズ大都市圏を 形成している。1870年の国勢調査時で、この軍の人口は355人だった。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積2107平方キロメートルで、ある。このうち2097平方キロメートルが陸地で、10平方キロメートルが川や、湖などの水地域である。総面積のうちの0.49%が、 水地域となっている。また、軍内には、ビッグスー川が流れている。この軍は、下記の24軍区からなる。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ミネハハ軍には148,281人、57,996世帯、及び37,581家族が暮らしている。人口密度は71。 平方キロメートルで29平方キロメートルの平均的な密度に6237件の住居が建っている。この軍の人種の構成は白人93.03%黒人1.51%先住民1.85%アジア系1.01%太平洋諸島系0.05%その他の人種1.04% および今月、根結1.51%で15、2.15%の人々がヒスパニック、または、ラテン系である。ミネハハ群に住む57,996世帯のうち 33.、33.80%は18歳未満の子供と暮らしており、51.80%は、夫婦で生活している。9.50%は、未婚の女性が世帯主であり、 35.20%は家族以外の住人と同居している。27.80%は独居で、全世帯の8.60%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.46人であり、家庭の場合は3.04人である。軍の住民は26.20%が18歳未満の子供で、 18歳以上24歳以下が10.80%、25歳以上44歳以下が32.00%、45歳以上64歳以下が20.00%、および65歳以上が11.00%となっている。平均年齢は34歳である。女性100人に対して男性は98.10人いて、18歳以上の 女性100人に対しては、男性は95.40人いる。軍の世帯ごとの平均収入は42,566ベイドルで、家族ごとでは52,031ベイドルである。男性の32,208ベイドルに対して女性は24,691ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は27,13ベイドルである。 総人口の7.50%、家族の5.00%は貧困線以下である。18歳未満の子供の8.90%及び65歳以上の7.20%は貧困線以下の生活を送っている。スーフォールズの連邦庁舎、スーフォールズの警察署イストスーフォールズの街の跡地。ありがとうございます。